はい、こんにちは。自営業専門税理士川南です。本日の動画は仮想通貨の確定申告について解説していきたいと思います。仮想通貨、令和5年分上がりましたよね。寝ているだけでお金が毎日増えていくというようなねニュースも見られました。多くの方が利益が出ているのではないかということで、今年は初めての仮想通貨の確定申告について取り上げたいと思います。私はオンラインサロンの運営と各 SNS をいろいろとやっております。また2冊ビジネス書を出版しております。すべて概要欄から飛べるようになっておりますので、ぜひ一度概要欄の方をチェックしてみてください。それでは本日は仮想通貨の確定申告税金の基本編ということで、一緒に勉強していきましょう。はい、それでは仮想通貨の確定申告やらないとどうなるということで、一緒に勉強していきましょう。なぜか仮想通貨の確定申告バレないでしょう、やらなくても大丈夫だよねみたいな変な噂が回ってますので、仮想通貨の税金の基本しっかりと押さえていきましょう。本日の内容です。仮想通貨確定申告の基礎について動画で学んでいきます。まず1つ目、収入には種類があるということで、仮想通貨がどこの所得に該当するのか解説します。仮想通貨も確定申告が必要なのかどうか、不要の場合もありますので、その点もしっかりと解説をします。そしてこれ重要ポイントです。仮想通貨の所得が発生するタイミングっていうのはいつなのか。所得が発生するタイミングは3つありますので、しっかりとここ押さえましょう。そして次に、仮想通貨の計算方法が2種類あるって皆さん知っていましたでしょうか。こちらについても解説をします。そして最後、確定申告をしないとどうなるのについて最後にやって、次回予告ということで、次の動画で実際の用紙、確定申告の用紙を使って仮想通貨の書き方を説明しますので、最後は予告ということになります。本日このような流れでいきますので、ぜひ動画最後までご覧になってください。はい、本日の講義のゴールですけど、利益は出てないはず、大丈夫だっていう風に勘違いされる方、また面倒だから放置しておこうっていう方、そしておそらくきっと大丈夫だろうっていうような感覚で考えてらっしゃる方、仮想通貨の税金の基礎をしっかりと学んでですね、自分は確定申告が必要なのか必要でないのか、しっかりとこちらの動画で押さえていただければと思います。はい、それではまず収入には種類があるということを押さえておきましょう。仮想通貨は一体どの所得に該当するのか。まず一般的で一番有名なもの、所得として給与所得というものがあります。こちらは正社員やパートやアルバイトで働いている方が該当する収入の種類になります。その次、こちら雑所得になります。この雑所得の中にはですね、副業や公的年金、そして今回取り上げる暗号資産、仮想通貨というものは雑所得に入ってきます。その他、印税関係も雑所得となりますので、雑所得にどういったものがあるのかしっかり押さえておきましょう。それ以外にある所得としては、事業所得というのが比較的有名で、聞いたことがある方も多いんではないでしょうか。こちら個人事業主やフリーランスの方が該当する所得の種類になります。実は所得には全部で10種類あって、今紹介した3つが大きなもの、まあメインのものとなっておりますが、実はその他にも種類があります。どういったものがあるかと言いますと、一時所得や不動産所得、山林所得というものもありますので、興味ある方はぜひ全10種類どんなものがあるのか調べてみてください。このスライドで押さえるべきは1点、暗号資産、仮想通貨は雑所得の種類に該当するってことだけ押さえておけば OK です。では次に、仮想通貨も確定申告が必要なのか必要でないのか、スライドで見ていきましょう。はい、仮想通貨も確定申告が必要なのか、申告が必要なパターンをまず解説します。所得が20万円を超える利益が出た場合です。こちら仮想通貨をしていて、所得が20万円を超える利益が出た場合は確定申告必要となりますので、ご注意ください。こちら1点注意点あります。20万円以下の場合でも必要な場合、ケースがあります。どういったことかと言いますと、給与、退職所得以外の所得の合計、仮想通貨を貸してしまうと20万円を超える場合はですね、確定申告必要となりますのでお気をつけください。そしてもう一つ、ふるさと納税や医療費控除で確定申告をそもそもしている人は、こちら雑所得の仮想通貨の申告が必要となりますので、この点もご注意ください。なので基本は仮想通貨の所得が20万円を超える利益が出た場合は申告必要となってくるというふうに覚えておきましょう。そして20万円以下の場合でも必要な場合が2つありますので、こちら注意点としてしっかり押さえておいてください。では次に、申告不要の場合はどういった場合か、こちらになります。損失でマイナス収支の場合
です。要は仮想通貨をしたんだけどもプラス、まあ、要は儲けが出なかった場合、マイナスの場合は申告が不要となります。また仮想通貨暗号資産というのは保有しているだけ、動かさなければ税金はかかりませんので、保有しているだけの場合はセーフになりますので、ここもしっかり押さえておきましょう。そして2つ目の申告費用は上記と比較してほしいんですけど、20万円を超えた場合は申告必要ということは、所得が20万円以下の場合は確定申告は不要ということになります。とはいえ先ほど言った上記のこの2つのパターンですと申告必要となりますので、おご注意ください。ここで先ほどから言っている所得20万20万というのはどの数字を言うのか、皆さん気になる方も多いと思うんですけど、実はここは利益から必要経費を引いた金額、残りの金額が20万円を超えるか超えないかで判断をしてください。仮想通貨の経費、必要経費ってどういったものが該当するのかというのは次の動画で解説しますので、チャンネル登録をしてお待ちください。それでは所得を抑えたところで次のスライドへ行きます。はい、所得が発生するタイミングをしっかりと皆さん押さえておいてください。仮想通貨、暗号通貨の所得が発生するタイミングが大きく3つあります。しっかりとこの3つ押さえておきましょう。仮想通貨は先ほども言いましたが、保有しているだけはセーフなのでご安心ください。では所得が発生するタイミング、基本的なものを3つ紹介していきます。まず1つ目、仮想通貨の売却時、日本円にして仮想通貨を売ったタイミングですね。こちらのタイミングで所得が発生するということをしっかり押さえておきましょう。では次2つ目のタイミング、こちら仮想通貨の決算時のタイミングは所得が発生します。例えば商品やサービスを仮想通貨で購入した場合が該当します。商品やサービスを仮想通貨で購入するんだけども、その購入する際に一旦日本円に変えているよねとみなされるので、こちら所得が発生します。そして3つ目、こちら意外と見落としている方多いのかもしれません。他の仮想通貨へ交換取引をした場合にも所得の発生するタイミングとなりますので、勘違いのないようにしましょう。こちらもですね、日本円に一旦変えて他の仮想通貨を購入するとみなすため、他の仮想通貨へ交換取引をした場合にも所得が発生するタイミングとしてカウントされます。こちらの3つ目を意外と知らなかった、勘違いしている方いるかと思います。仮想通貨から他の仮想通貨に変えた、例えばビットコインからイーサリアムに変えた場合とかにも該当してきます。同じ仮想通貨同士の交換なので所得が上がらない、要は所得が発生しないんじゃないかと思い込んでいる方も多いので、この3つの所得が発生するタイミングはきっちりと押さえておきましょう。今回の動画はこの基本的な3つのだけの紹介にとどめたいと思います。その他イレギュラーなケースなどありますが、そういったケースはですね、税務署や税理士の方に相談するようにしてください。今日の動画は仮想通貨の基本的な部分のみ紹介をしていきます。では次に、仮想通貨の計算方法が2種類あるって皆さん知ってましたか？次のスライドで解説します。計算方法には2種類あります。まず1つ目、移動平均法という名前のものです。こちらは購入の都度取得価格を計算していく方法になります。その購入の都度にですね、合計金額割る数数量をして取得価格がいくらだったかっていうのをその都度計算する方法です。こちらデメリットとしては、まず購入の都度するので手間がかかるということ。メリットは実態が把握できること。これ購入の都度取得価格を計算するので、今自分がいくら仮想通貨で利益が上がってるのかマイナスなのかっていうのを把握できるというメリットがあります。2つ目の計算方法はこちら、総平均法と呼ばれるものです。こちらは1年間の終わりにまとめて計算、要は取得価格がいくらかを計算する方法です。1年間の合計金額割る1年間購入した数量で割って取得価格を出すという計算方法になります。こちらメリットはシンプルなため簡単簡便であることです。1年間まとめて取得価格を出せばいいので、その都度やるよりも簡単です。デメリットはこちらです、実態が把握できないということですね。1年終わってからでないと取得価格が出ないため、いくら儲かってるのかいくらマイナスなのかっていう実態が把握できないというデメリットがあります。皆さんご自分のメリットデメリット比較してですね、どっちの方法で計算するかしっかりと決めておきましょう。そしてこの計算方法の届出が必要になるんですけど、その届出については次の仮想通貨後半編の動画で紹介しますので、お楽しみにお待ちください。それでは次におすすめ情報になります。
はい、こちらおすすめ情報になります。国税庁からですね、なんと親切なことに暗号資産の計算書総平均法というものが Excel で無料で公開されております。こちらの Excel 表を使って仮想通貨をですね計算をすると非常に楽になるため、こういったものをうまく利用しましょう。こちら概要欄にリンクを貼っておきます。またご自分が使っている取引所から明細書というのが届けますので、そういったものもしっかりとダウンロードしてすぐ見れるように確認できるようにしておきましょう。こちらのデータがですね大事な証拠となりますので、保管保存をお願いします。またスマートフォンで年末調整済みの給与所得者、要は会社にお勤めしている方が暗号資産取引を申告する場合の入力方法というものがですね非常に分かりやすく、スマホで確定申告をする方法詳細が載ってますので、こちらもリンク合わせて貼っておきますので、ぜひ参考にしながらスマホで確定申告してみてください。はい、では最後に確定申告をしないとどうなるのかについて紹介したいと思います。確定申告をしないと一体どうなるのか。皆さんなぜか確定申告について、仮想通貨はですね、仮想通貨なんで大丈夫でしょ、バレないよね、私申告したことないよみたいな都市伝説、噂が周りに回ってるんですよ。でも令和5年特に仮想通貨上がりましたよね。特にビットコイン価格の上昇が著しかったと思います。もし私が税務署だったら、今回の確定申告が終わった後、私は仮想通貨の確定申告をですね強化すると思います。どうしてかというとですね、仮想通貨なんてバレないでしょって思ってる方多いと思うんですけど、税務署は取引所に情報開示を求めることができるんです。税務署が取引所に情報開示を求めれるということはですよ、誰がいくら利益を上げているのかというのを簡単に調べることができるんです。皆さんもご存知のように取引所にはですねデータとして証拠がバッチリ残っています。仮想通貨が上がったこと、そして以前から送り人などと言ってですね、これから仮想通貨の確定申告自体は強化していくというような情報が国税庁から出ております。これプラス取引所に情報開示を求める、そして証拠がバッチリ残っているということを考えるとですね、もし私が調査官ならこういったところにまず入ろうかなっていうふうに個人的に考えるんじゃないかなっていうふうに予想がされます。では無申告の場合のペナルティ見ていきましょう。無申告のペナルティは非常に重いです。お気をつけください。延滞税や加算税がまずかかります。こちらは確定申告していたんだけども修正申告をして税金が追加した場合にも延滞税と加算税はかかりますのでご注意ください。そして無申告の場合、さらにペナルティがかかってきます。無申告加算税や悪質と見られた場合には重加算税のこのダブルかかってきます。そしてこの加算税非常に重たい負担率となってますので、絶対に仮想通貨は無申告というのはおすすめしません。おそらくどの税理士もですね、無申告やばいですよっていう風に情報を公開してると思うんですけど、なぜか仮想通貨をしている方、確定申告っていう意識が低い方が多いんです。もちろん全員ではありません。先ほども言ったように取引所に簡単に調べることができますので、バレバレだっていうふうに思ってきちんと利益が上がったなら、稼いでいたのであれば仮想通貨の確定申告をすることをお勧めしております。では次回予告です。実際の確定申告用紙を使って仮想通貨の確定申告書き方動画というのを YouTube で出す予定です。こちらの動画の内容については、実際の税率について、また計算方法の届出書について、さらに仮想通貨で計上できる経費ってどういうものなのかなどなど含めた動画を出す予定ですので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。はい、そしてこちら1点だけお願いがあります。仮想通貨含め YouTube のコメントですね、個別の質問をしてくれる方たくさんいらっしゃるんですけど、コメントだと情報が抜けて一部のためお答えできませんので、その点ご了承ください。私は税理士川見の目オンラインサロンということで、オンラインサロンを運営しています。 Facebook の非公開グループで運営中です。今サロンメンバーさんがですね170人ぐらいを超えてきてますので、もし興味ある方は詳細概要欄から飛べるようになってますのでチェックしてみてください。メリットが4つあります。1つ目、専門家に質問と相談がいつでもすることができるというのが1つ目のメリットです。皆さんからいただいた質問に私が文章でお答えするので、チャットのようなイメージを持っていただけるとイメージしやすいかと思います。2つ目のメリット、情報共有の場として活用できるということで好評です。もちろんメンバー全員起業家独立している方ばかりですので、情報交換ができるということで好評です。そして3つ目、平日毎日私がビジネスに役立つ、また SNS を運営している裏側を投稿していってま
ます。この記事の購読権利が3つ目のメリット、特典となります。そして4つ目、定期的に Zoom サロンを開催しております。こちら、Zoom 上で私に直接質問相談をすることもできますし、メンバー同士、リアルにですね、情報交換ができるということで好評です。こちらの Zoom 会議の参加権利はサロンメンバーのみの特典となっております。以上、4つメリットありますので、興味ある方、ぜひ概要欄、詳細飛べるようになってますので、一度覗いてみてください。参加、お待ちしております。はい、今 YouTube が19万人を超えたところです。あと20万人までもう少しですので、皆さんぜひチャンネル登録まだの方ぜひお願いします。また感想やコメントいただけると非常に励みになりますのでよろしくお願いします。また私はその他 SNS いろいろやってますので、こちらの方ぜひチェックしていただいてフォローしてくださると嬉しいです。はい、というわけでいよいよ確定申告シーズンがやってまいりました。実は確定申告の書き方シリーズの動画他にもたくさんあります。去年出した年金この1本で大丈夫っていう確定申告の書き方動画出しております。またですね、少し前に副業の方の確定申告の書き方動画出しております。そして今回はですね、仮想通貨の確定申告の税金の基本、そして次に確定申告の書き方の動画も出す予定ですので、ぜひこちらのシリーズ見ていただけると嬉しいです。もちろん過去にはですね、自営業の方向けに事業所得の確定申告のやり方動画もたくさん過去に出しておりますので、そちらの動画もぜひ見ていただけると嬉しいです。それでは今回は仮想通貨についての税金の基本でした。また後半の仮想通貨の確定申告の書き方動画もお楽しみにお待ちください。それでは本日の動画以上になります。自営業専門税理士神のみでした。またの動画でお会いしましょう。